ですね、昨年12月にイギリスで変異株が発見されたと。まさに出たばっかりの話なんですけれどもね、急速に南アフリカで、その時に前回お越しいただいた時にブラジルは出てませんでしたけど、ブラジルでも発見された2種類の変異株が発生している米国の中でということが大きく取り沙汰されてもいないというちょっと状態になっちゃってるんですね。まあこういうような形で、このことも後で詳しく、やらせていただきたいなと思います。一言、第二次パンデミックっていう捉え方っていうのは、フランスは深刻なんでしょうけれども、どういうふうに受け止めますか？私も何ともまだ言えないと思いますよ。そうなる可能性もあるし、両方の可能性があると。ちょうどこう新型コロナといえども、まあ風邪なんですよ。冬に流行る風邪なので、特にコロナウイルスって真冬に流行るんです。10月から増えて1月2月にピークなので、その時期の自然変動に沿ってるだけかもしれないんですよね。だから、まあ、本当にその例年落ち着いてくる2月の中旬以降か3月にどうなるかはもう見てみないとわからないので、まだ何とも言いようがないと思いますよ。そうですか。はい。わかりました。はい、緊急事態発令宣言、これ1月25日の話なんですけれども、新規感染者数が618人で、この前週の、月曜日18日を1204人から半減したということで、これすごく大きなトップニュースになりました。緊急事態宣言発令直後からちょうど折り返し地点で、半減したと思ったら、翌日1000人台に戻っちゃってるんですね。だからあらとぬか喜びだったのかなと、しかもまあ検査数の問題、母数の問題ですね、それから無症状の若者の動きの問題とか、病床の逼迫とか、自宅療養者の急増とか、自宅死とか、細かく見なきゃいけないところが多いので、メディアもこの新規感染者数の増減だけではちょっと語れないんじゃないかなというのがあると思うんですけど、一言だけ。まあ、これに関してもだから流行のピークがそろそろの年もあるので。本当に減ってきている可能性もあるし、まあ、検査数を濃厚接触者の検査を減らすっていうの、特に首都圏減らしてますから、これですね、両方の要因が絡んでいる可能性がありますよね。なるほど。はい。政策が非常に有効に構想しているとは言えないと。というか、まあその飲食店の営業時間短くするだけで。なるんだったら世界中それやって止めてますよね。日本の政策は多分そんなに効かないと思いますよ。しかし命より経済路線といいますか、関心事は GoTo トラベル再開、東京五輪強行開催強行ということですよね。こういうふうにもこれはもう少し考えた方がいいですね。なぜならコロナウイルス属って新型コロナ以外も含めたコロナウイルス4つあるんですよ。日本で毎年流行ってるコロナウイルスの、ファミリーって属議員のことじゃないですね、なるほど、ウイルスのファミリー、そう、まあ、4種類あって、それの流行状態はもう研究がかなり進んでるんですね。まあ、10月からそれこそ立ち上がって 1月か2月にピークで下がってきて、夏場に小さい流行があるんですよ。去年の分からなかったことは、新型コロナが季節性コロナと同じような季節変動をするかは分からなかったんですが、1年経ってほぼ同じなんです。夏場に第2波が起こりまして自然に収束して、10月から増えてきて今ピークですね、特に北半球、アメリカやヨーロッパもそう、となると、10月の頭から GoTo キャンペーンを強化したっていうのは、まあ、そういう意味ではかなり愚策なんですね。実は落ち着いた後にこれをやったら夏の大流行を招く可能性があるんです。あ、そうか。時期を、次の時期を考えなきゃいけない。いや本当にこう経験から学ばねばいけない。これまで日本の議論で全く抜けてるのが、季節性コロナウイルスから学び、コロナウイルスっていうものをもっとこう生物ウイルス学的に学ばなきゃいけないんですが、こう増えたや減ったみたいな。その数の議論でその中に自然変動するっていうのがないんですよ。なるほど。諸外国はヨーロッパやアメリカは感染者も増えたんですが、11月の頭に規制を強化してるんです。これはコロナウイルスの年間の動き方を見ると合理的なんですが、日本はその時期にこれをやったので、そこはやっぱ反省しなきゃいけなくて、東アジアで唯一全土に蔓延させない、この影響がそれ強いと思うので、もう一回やると夏の流行を今年やるんだったら、まさに最悪になるんですね。基本的な質問なんですけどね、その風邪だというふうに言うと、まあ、やっぱり風邪とは違ういろいろな後遺症もあったりするじゃないかというふうに思う人もいると思うんですけれども、種類としては似ているようなものだという意味で風邪の種類だということですね。コロナウイルスってのはもう風邪っていろんなウイルスがあるんです。でそのウイルスによって流行状態がもう違うことも分かってるんです。例えば子どもの風邪 RS ウイルスっていうのはこれは主に9月とか10月に流行って年末にはピークダウンするんです。ライノウイルスってのは年中流行ってたり、このコロナウイルスってのはインフルエンザとほぼ同じ動きをするんです。10、11月からじっくり増えて1月2月にピークで3月からふーっと2月ぐらいからすっと下がるんです。夏風邪というのもあったりしますよね。はい。そのインフルエンザと夏風邪というのは違います。もう起こしてる病原菌が違うんですよ。で、このウイルスは日本では夏にちっちゃいピークがあるんです。ありましたね。だから新型コロナウイルスも去年第2波が起きたんです。で自然に小さいピークで終わって、第3波は真冬なんで大きくなるんです。で去年1年間でやっぱ見なきゃいけないのはコロナウイルスの1種類がこれまで我々が研究してきた知っているコロナ属と同じような流行状態を取るかは議論しなきゃいけなくて、私はまあ見た感じほぼ同じなんです。そうすると、今は良くなってもこれ自然に良くなっていく可能性が一番高くて、夏に大流行、今年オリンピックをやろうって頑張ってますよね、はい、その時期に大流行する可能性があるので、そうしたためには何をするって議論しなきゃいけないんですよ。ですからもう少しこのウイルスのことをもう少しシェアして議論しなきゃいけないんですね。なるほど。はい、季節性のそのウイルスの動きというものが冬にこうピークを迎えるものと冬と夏と両方ある双子ブラクダみたいなものがあると、そういう意味で季節性のコロナウイルスって4種類あるのは冬にピークなので、夏に小さいピークは日本で迎えてるんです、もう何年も研究してるので夏にちっちゃいピークがあることが特徴なんです、はい、インフルエンザは夏にピークなんてないんです、で夏にピークがあるってことは日本にずっと居続けるってことなんです、インフルエンザは主に海外世界をぐるぐる回ってることが分かってるので、今年はほぼ鎖国状態なので、流行りませんよね、それを手洗いとかうがいの効果だってもちろんそれもあると思いますよ、流行自身がいろんなウイルスの流行少ないので。だけどコロナは流行ってますよね、インフルエンザは2001年の 9.11 テロの年にアメリカでも流行らなかったんです、あれ飛行機止めたからだって言われてて、でそういうウイルスとコロナウイルスはもう蔓延させちゃってるので定着しちゃうんです、ね、そうです。新型コロナはもうすでに定着してるので、手を緩めて流行りやすい時期に季節になるとまた増えてくるんですよ。もうこれは風土病のように定着したと思っておかなければいけない、そういうことです。そういうふうに考えなきゃいけない、はい、それでその、ピークを迎えやすい季節の前に手を打って、 そうです。そしてできるだけそれを人為的に抑え込めるレベルというのは一定の限度があり、だからそこの人為的にできることと季節の変動と2つを合わせて考えなくちゃいけないということですよね。我々の臨床医から見るともう季節変動と人間ができることなんてもう桁が違うんです。季節変動の方が大きい、圧倒的です。その外から入ってくるなんてのは鎖国しちゃえばいいですよ、だけど国内で蔓延するものなんて人の生活してたらもう止めようがないんですよ、だからすでに蔓延してって土着してるウイルスであれば流行りやすい季節になるとまた流行るかもしれないよと、こう考えた方がいいと思うんですね。日本は ほとんど全国ずつ裏々流行させちゃった、これはかなり人為的なところ。これはそう思います。私それは GoTo、ね、まさに冬場に流行の季節の一番これからだっていう時に GoTo キャンペーンを強化しましたからね。でこれ全く同じ議論を夏場に向けて流行る年も流行らない時もあるんですよ。流行る年に向けて4月5月に GoTo 打てばそりゃ増えますよ、なんか同じことをやる可能性があるんですよ。これ本当ね大変ですよ。まさか GoTo トラベルはやらないだろうと思ったんですけど、組み替えどころか GoTo トラベルをやると言い切ってるんですね。赤羽、国土交通大臣が記者会見でおっしゃって、まさかと思ってたんですけど国会で総理がおっしゃいましたからね。ということは2月7日が期限ですので、緊急事態条項宣言のね、でそれまでにさっきのような半減の特徴とかああいうものが見られたら収束したとか、あるいは一定の成果を収めたで緩める可能性がそうすると3月にでもやりたいという声も聞いているので、3月4月っていうのはほら春のいわばシーズンがあるわけですよ。そこを逃したくない、そこでやってしまうと夏は最悪っていうことになるかな。やるやらないは政治判断なんですけどね、でやった場合のリスクっていうのはさっき言ったようなこのウイルスは夏場に小さいピークを迎えること可能性があり、そこに拍車をかけてしまうか、その前の段階でやると立ち上がる時期に抑えなきゃいけないので、ヨーロッパは11月からロックダウンしたってのはある意味合理的なんです、ところが日本は11月10、11月にものすごい勢いで GoTo キャンペーンやったので、東アジアで唯一全土に蔓延させる結果になったと思います。このウイルスは大都市で流行りやすくて地方ではあんまり流行らないんですよ、東京や大阪、武漢であるとか、ニューヨークとか、ロッキー山脈の山の中で流行ったりしてないんですが、日本の場合は地方でも結構流行してますよね。これは日本の特徴で、例えば GoTo キャンペーンの影響があったと考えていいと思いますよ。なるほど、なるほど。目次としてはですね、これから実態はどうなのかという話ですね。それから医療現場の悲鳴、実はですね、これは詳しくは言えないですけど、ある、医者の方からですね、直に届いたですねお話、少しぼかした形でご紹介します。それから PCR 検査抑制の基本方針の大転換に踏み入れないきれない菅政権と、もうずっと神さんがおっしゃってる、もう全くこの最初からぶれないでおっしゃってることなんですよね。それから今もうすでに出ました GoTo トラベルが感染拡大に寄与したと思うという話です。迫るコロナ変異株の話、そして、自然感染ワクチンによる抗体があって免疫応答を回避するという可能性が高いという論文が出てまいりました。すでにですね、感染経路不明で感染拡大中です。英国からの、英国株ですね、それからこの変異株の話、あるいは米国、ブラジル、南アフリカでも変異株が生まれていることや、この責任者イム・ギカン、お名前をすでに出して、この方が先般ですよというふうにおっしゃってらっしゃった、その方がお辞めになられて表に出てくるようになって、上先生のご批判が本当に当たってたということが分かってきました。そして、無症状者の検査がすごく重要だということ、2021年もコロナ禍は続くんだと、もう土着病になったんだとか定着してしまったんだと考えるべきだと、消えてなくならないということですよね。そして感染拡大を抑え込んでいくためにはどうしたらいいかという話を伺ってまいりたいと思います。こちらトップページの右上にですね、会員登録の新会員登録のページがあります。ぜひ、皆さん会員登録していただいてお願いしたいと思います。大変コロナの影響でね、10年私どもやってるんですけど、これほどやっぱり打撃が受けているっていうのはないですね。経済的な打撃っていうのはすごいなと思います。会員数も減ってますし、いろいろなメールともいただいております。大変残念なんだけど、とても生活が厳しくなりましてとか、いろいろなメールが毎日のようにいただいてて、悲痛な声で、だからなかなか会員を続けるのも難しいと思うんですけれども、私どもも活動できなくなってしまいますので、ぜひとも会員登録をしていただき、そしてご寄付カンパをぜひお願いしたいなというふうに思っております。